1971年にソビエト連邦で発行された記念切手ソユーズ11号の3人の宇宙飛行士が描かれており、右の人物がパツァー F、ビクトル・パツァー F はソビエト連邦の宇宙飛行士。1933年、現在のカザフスタン共和国アクトベに生まれた。1971年6月6日にバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。 ソユーズ11号に宇宙飛行士として乗り込み、宇宙ステーションサリュート1号から望遠鏡、オリオン1を操作し、地球の大気圏外で望遠鏡を操作した最初の人物となった。6月30日、機関船が大気圏再突入したものの、カプセルを開けたところパッー F を含む3人の宇宙飛行士は全員窒息死していた。3人は、 有人宇宙飛行中に亡くなった2例目のクルーとなった。調査の結果、再突入の際に重要になるバルブが開いてしまっていたことにより、カプセル内の空気が宇宙空間に抜け出てしまい、全員が窒息死してしまったことが分かった。パツァー F の片腕が打撲していたことから、意識を失いかけながらも素手でバルブを閉じようとしたのではないかと推測されている。 パツー F の亡骸は、モスクワの赤の広場にある、クレムリン壁の墓地に葬られた。後に、クリミア天体物理天文台で発見された、小惑星1791番にパツアー F の名前が付けられている。ありがとうございます。